山田縁次郎山田縁次郎大正三年五月二十八日は明治大正期の日本の外交官外務省政務局長中中国特命全健康史現用者社員福岡藩の足がる山田正吾の次男として福岡に生まれる藤雲館に学ぶその後福岡に帰省していた小野高助の実家に押しかけて東京遊学を困難し 認められ、上京して、小野の紹介により、天文学者、寺尾久氏の書生として、寺尾家に住み込み、教立学校、東京大学予備門を経て、明治二十五年に、東京帝国大学法科大学を主席で卒業する。なお、東京大学予備門の同期には、夏目漱石、正岡式、港区熊楠、秋山正幸らがおり、特に、熊楠とはその後も親しかったらしく、 熊楠の随筆にも酒を組み交わした記録が残されている。また、日露戦争における最大の激戦とされる、法天海戦の、菅広志とん三軒屋付近の激戦において全滅した、不評第33連隊の連隊長、吉岡雄愛は、山座の少年時代からの親友であり、山座の妹育と結婚し議定であった。東大卒業後、外務省に入省する。 周遊館の先輩である、栗野新一郎のちぐるも得て、富山総領事館在勤、二川領事館在勤、イギリス公使館三等書記官、京城領事兼公司館一等書記官を経て、明治34年9月、外務大臣、小村寿太郎により、わずか36歳にして政務局長に抜擢される。その頃、そのあまりの有能さゆえに、山座の前に、山座なく、山座の後に、 山氏と言われたほどであった。その後、政務局の部下、坂田茂次郎の補佐を受けながら、商村外省のもとで、日英同盟締結、日露交渉、日露戦争開戦外交に関わり、日露戦争戦線,線布告文を起草、日露ポーツマス講和会議に随員として出席するなど、商村外交の中心的役割を担った。商村が最も信頼する外交官であったとされる。 明治41年、中英国大使館参事官となる。大正2年7月、中中国特命全権行使となり、侵害革命後の中国に赴く。旧地の孫文の活動を支持しており、孫文が第二革命を決起した際には、中華民国最高顧問として、旧友、中村天風が孫文を支援に行くきっかけを作った。しかし、第二革命は頓挫し、 山沢翌年北京で隠しした。孫文を支持する山沢を心よく思わない遠征外による暗殺という説もある。墓は青山霊園内のポーツマス講和会議において深刻を共にした小村寿太郎とヘンリーで2孫の墓の近くに建てられた。妻の静子はコームズともの長女。売借人は平岡幸太郎夫妻。ありがとうございます。